すげえ自分語りするじゃあチョーク、でもあれじゃないですか、魔法陣とか。アヒーン、そういうことか。完成しないじゃないですか魔法陣が。チョーク使って魔法陣完成させて、でまた一文字がその魔法陣のその真ん中あたりで調子こいた呪文いったらいけるってこと。じゃ魔法陣の教室までいきます。確かさ、ほら、おー、 IQ60 だからね俺。これ書くんでしょ絶対。チョークを使う、ほら、うわ、来た、来たぜ。うわー、来たくなかった。え、これに、え、一文字テレポートしたの。テレポートしました。え、俺だけっすか。俺テレポートしないわ。何、どうなってんの、はい、今一文字の方の画面。今なんか変なとこに飛ばされて迷路みたいなとこにいます。あ、なんか多分俺一文字の鼻水だけ見えてる。鼻水だから俺その一文字の鼻水を追ってけばいいんだ。これか、出てる、確かに。大丈夫ですか。いいよ。うわ、行きたくねー。頑張って。女の子が、はい。俺もどうしようもできないから今。はい、大丈夫よ。いいっすか、落ち着こうね。うん、いいよ、どんどん。俺はもう何もないから。おい、ただもうなんか、こんにちは。お、汚そうなの追ってるだけ。どう、ここを楽しんでる。まだあなたたちは、あなたたちはまだ返さないわ。オトラクション、ずっとここにいてもらわなきゃ。だって友達が多い方が楽しいでしょ。そうなの。私はいっぱい友達を集めなきゃいけないの。なんで友達を集めなきゃいけなかったのか思い出せないけど、でも集めなきゃいけない、一人でも多く。はいはいはい。だからあなたもここで誰にも何も言われない世界で一緒に遊びましょう。おう、何と、もう一人の幽霊について聞きたい。あ、なんか選択肢がある。どういうこと？もう一人の幽霊について聞きたい。はい。もしくは、この世界から出る方法を聞きたい。ちょ、幽霊について聞こう。別にこの世界出なくていいよ。むしろなんかもう幽霊と付き合おう。ああ。口説けばいい。最終的に。幸せに生きれる。もう一人の幽霊について。さあ、知らないわ。違う。私がここに、いるよりも前からいたみたいだけど、いかにも本が好きですって感じの 子よね。え、俺じゃん、図書院系じゃん。ずっと一人でいる。俺好きなタイプかもしれない。暗い感じの子よ。文系。まあ私も自分の名前忘れてしまったから。絶対メガネっ子じゃん。同じみたいだけどね。おー、あ、待って、これどっちも聞けますね。マジで、やったどっちも聞けますね。一粒で二度おいしい。この世界から出る方法を聞きたい。出る必要なんてないじゃない。まあ黒霧様にお願いすれば叶えてくれるかもね。ただここから出たいなんてお願いなんてしたら、それこそ命を失って外に出ることになるでしょうけどね。はいはいはい。あとはこの世界を壊したら出れるかもね。ほう、この世界を壊す。壊せるのか。そんなことできないよ。めちゃくちゃ進んでいくな。あ、お地蔵さんがいる。うん、あ、ここ。ことか。いいよ、どんどん。うわー、一本道だ。すごいくねくね動くな。すごく、あ、なんか広い場所に。あ、ここ通れるんだ。来ました。え、一周回っただけじゃん。新しい、あ、この鼻水、これショボさんのだ。ここになんか新しいアイテムがあるのか。あ、チョークある、また。お、で、ここでチョークを使えばいいんだ。おお、大召喚。
やった、来た、現世に戻ってこれたんね。よし、メモあります。メモ、お、メモ。この世界は真っ暗だ、本当に何も見えない、でもは見える、私の姿も見える、不思議だ、今はにまた会えただけで嬉しい。黒霧様がずっとこちらを見ている。気持ち悪い。あの姿だけは生理的に受け付けられない。黒霧様は願いを叶えてくれると、が教えてくれた。この世界を私たちが出会った場所に変えてくれるのか試してみることにした。でも何を差し出せばいいんだろう。この世界は私たちが出会った場所、学校になった。代わりに私たちの名前を失ってしまった。思い出そうとしても全然思い出せない。ピエーンじゃん、それかわいそう。あの子が寂しそうな顔をしている。あの時もそうだった。だから先にこっちの世界に行ってしまった。もう二度と同じことをさせないために、黒霧様に友達を増やすことを願えば叶えてくれるんだろうか。友達いないのか。あ、大丈夫だよ、俺もそうだから。もっともっと友達を増やしたい。でも誰のためだっけな。メモを見返しても名前が書いてない。性別も年齢も書いてない。メモを残しても無駄なのかもしれない。なるほどね。ほう、これなんかヒントなってんのか、なんかのかもしれないですね。なんか全然そんな気しないけどな。で、じゃあこのこのメモを、はい、がヒントにしてるもん、今最後のんです、ね、あ、でもこれを、はい、あの女の子に見せてあげれば、あー、あー、これか、私変えたかもしれんって言って、なんかいろいろまた教えてくれるんじゃない。確かに。これなんか他に行けるとこないかな。ここが通れるんだな。でももうここ来ないのかな。なんか、あ、一応覚えとく。覚えておきますか。どこから来るか。天井から粉雪降ってるな。黒目の。結構黒い。この、はい、銅像がいる壁が通れる壁。はい。OK。みんな覚えといてな。僕たち記憶力ないから覚えといてね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも踊ろっか、じゃあ一回。はい。あの女の子に。なんかメモあったよって言いに行こうですね。いやでも女の子に会いに行く道、道どこだっけ、こっち、あ、でもそっち左じゃないですか。左じゃない、そうだよね。いいよ、慣れてきた。もうマップ把握能力いいよ。いいっすね。こここう でここを右行ったら戻れるっしょ。はい、はい、完璧。こっちですね。ここか。このメモ渡してあげよう。はい。お、持ってきたよ。あ、能面の化け物って聞くってのがある。黒霧様という古くから伝わる伝承で神様のようなものです。あの人か。あのオカメさんは黒霧様って言うんだ。失うものは体だったり記憶だったり名前だったり。私もいくつかお願いを叶えてもらったんでしょうけど、何を願ったのさえも忘れてしまいました。あ、じゃあ欲深い人ほどいろいろ失っちゃうんだ。あ、じゃあ俺もう有名 YouTuber になりたいっていう願い叶えた代わりに顔不細くなっちゃってるんだよね。ただ願っ思い出せないってことはきっと大切な何かを願った。黒霧様を渡したものを自分で思い出して手に入れたら
代わりに願ったものが失われてしまうんですけどね。だけど、基本的に正面立ったりして見つからないでください。黒霧様はそれだけじゃなくて見たものに悪夢を見せるとも言われてます。なるほどね。このアイテム渡そう。これはメモみたいですね。ここにあるってことは大切なもののはず。私がこれを読んでいる間にあなたたちには黒霧様が持っている記憶を見てきていただけませんか。黒霧様は私から奪った記憶を持っています。その記憶を見ることができればここから出れるかもしれません。本当に？確証はないんだけどなんとなくそう思うんです。黒霧様の背後からこの学校にあるものを手に持って近づけば学校に関係した記憶が断片として見れると思います。おお、なるほど。何か聞きたいことはありますか。もう一人の幽霊について聞く。私がここに来たのと同じくらいに来たと思います。詳しくはあまり話したことがないから知らないです。この本を読んで記憶が少しでも戻れば何か覚えているかもしれませんが。あ、サブスクありがとう。ゆちゃんサブスクありがとう。ありがとうございます。ろうそくを更新していく。じゃあ、はい、ちょっと俺さあんまオカメあんま怖くないのね、正直言うと。はい、だからさ、ちょ配信的に一文字やった方がビビって面白くなるからちょっと頼むわ。はい、わかりました。うん、はい、これをあげるから。ああ、はいはい。あ、そういうことか。そうそう、それを持った状態で背中からあのオカメちゃんにあのデビルバットゴーストすればいい。了解っす、やっていきます。いやー怖えー。だっだだっだっ。おお。よしよしよし、早い早いよ。ちょっとフラグ回収。あ、え、もうゴキブ。あ、今こっち向いてるからやめた方がいいよ。あ、オッケーです。いや、オカメランクプラチナぐらいあるんじゃない、今の立ち回り。結構やってますね。やってるよね。オッケー、今いける今いける。オッケー、背中向いてるから急がないとまたこっち向いちゃうよ。急げ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 、一文字。行く行く行け行け行け、急げ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 、立ち立ち立ち、一文字、急げ急げ急げ。何もない。もっと近づいて。ええ、何もない。え、ジャンプジャンプジャンプ。あ、来た。ゆうこごめんね、テレポートした。私もうダメかもしれない。もしも死後の世界があったらまた遊ぼうね。ぼそりとそうつぶやくとほっそりとした首に縄を通した紐を通した物が倒れる音、誰かが叫ぶ音、それはもう彼女には聞こえない。自殺しちゃったんだ。あ、来た。かわいそう。これだ、またあと2回ぐらいやるんだよ、同じこと。1個消えたでしょ。あ、やばい。じゃあもういいよ、別に。オッケーオッケーオッケー。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。いけ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 。いきます。いけ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 。レッツゴー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 。お、いけた。なんで相談してくれなかったの？冷え切ったレイナの体は、もう何も語ることはない。私がもっとそばにいてあげれれば、もっともっと。もう枯れ切った声と涙はレイナの心に届くことはない。彼女は唯一親友の体にすがりついていた。演劇部出てるよ。今出てました。出てる出てる。一文字の演劇部出てるよ。あとこれか。フラスコ。あと1個だね。チラ？こっち見てるわ。です。多分この辺でもバレないよ。ここら辺に貼り付いてればバレない。ほら。あ、本当だ。メタルギアソリッドのゲノム兵ぐらい雑魚だわ。お、
この世界は狂っている。レイナがいない世界は狂っている。呼んでるじゃん。ユウコはそっと鋭く光る、なんだ、刃を首に当てがった。うん、たった一人の親友、この世界で唯一の私を理解してくれる人。うん、息を止める。そこにはただ静寂な闇が広がっている。覚悟を決めた痛みとともに世界は鮮やかな赤に染まっていった。うん、はい、要はレイナが首を吊って、うん、それに耐えかねた優子は、優子も旅立っていったと、旅立っていったと。ああ、じゃあラブストーリーだ。ですね。激しめの。まだ記憶を見られるものが他にもあれば。まだあんのか。まだあんのかな。もうなくない？なんかある？チョーク使っちゃったしな。ろうそくは違うでしょ。もうないんじゃない？なんかあんの？これまだ。一文字の記憶見る？ぶつかった。やばい。あんまり見ないで。いたよね。あの演劇部の人。いたいた。やばい。心が。結構学生時生きてたよね。軽く探すじゃん。そうですね。軽く探してみるか。補充されたりとかはしてないさすがに。ああ、俺もマッチとろうそく補充されてるわ。もしかしたら、なんかアイテムが追加されているのかもしれない。おお、びっくりした。めっちゃ見てみるか。チョークとか。いきますか。あの、銅像が謎だよね。ですね。でマッチとかすごい。補充されてる。補充されてるわ。アハン？アヒン？ほら、割れるタイプ。ショウさんが通ったところには、そうなんだよね。心が割れてる。俺窓ガラス割れちゃうんだよね、通ったところ。悲しい呪いかけられててな。俺がホラーゲームをやると窓ガラスが割れちまうんだ。そういう悲しい呪いがかかってるんだ僕に。ああ、一応音楽室見てみる。何もないよ。本当に何もないよ。ないっすか。あ、ビバ H さんどうも。プロリスがいたらな。でもな、プロリスもネタバレになっちゃうから言えないか。あとどこだ。あと何か。ないのか。やっぱあのエロゲノーの僕はさ、スクミズとかブルマとかがあるんじゃないかってか、ね、探しちゃうけど。いや、あってほしいですね僕も。あ、ここは見たか。見たか。見ました。あ、なんか銅像減ってません？あ、減ってるわ。銅像減ってる。減ってますよね。本当だ。目の付けどころがいいね。ですね。探さなきゃ。図書室行く必要あるかな。また奥まで見たもんね。通りましたっけ。一応もうさっき見たんだけど、3つで全部な気がするけどな。まあ軽く見てなければ。カーバ、ここ銅像でしょ。これ銅像が生徒みたいな感じなんかな。そういうことなんか。ああ、学校がこう変異する寸前にいた生徒のポジションみたいな。 ありそう。
こっちはそうだね、銅像行きましたね。え、わかんないよ。わっ、手鏡あった。やったず。ちょ、あと、行け、ちょ、俺行ってくるわ。じゃあ行ってらっしゃい。ほらほら、なんか近づくと、お、行けます。行った。青白い顔をした少女と真っ赤に染まった少女、二人の少女は何を思い、何を願ったのか。それは彼女たちの理解者だけが知っているのかもしれない。果たしてその理解者は彼女たちの世界にいるのだろうか。それを知る人は彼女たちの世界にいたのだろうか。買おうよ。え、これ最後じゃない？多分なんかいい感じにしまったよ。どうしますか？4つじゃないのかな、5つ目あんのかな、あ、まだある。なんかもう十分な記憶を見たと、はい、もう一人の幽霊について聞くっていう2つがあって、でなんかもう4つで全部な気がするけど、なんかいい感じにしまったんだよね。このさあ、始まりの最後にある、はい、それを知る人は彼女たちの世界にいたのだろうかっていう、はい、この文章がこの記憶の方にも出たのよ。つまり物語の最後だったんだよね、多分あ、数理的に大丈夫。これでバッドエンドになったらもう一周やります。嘘です。手伝ってくれてありがとう。お、初見さん、どうも。そのおかげでほとんどの記憶を思い出すことができました。それで、あなたたちがここから出るためにはこの学校を壊さなきゃいけないみたいです。そのためにはこの学校を作った時に捧げたものを取り返す。それは私たちの名前を私たちが思い出す必要があります。私の名前はもう思い出してしまった。あとは彼女だけ。彼女の名、そこまでよ。え、どっちなんだろう。このさ、三木瀬優子と金町レイナっているじゃない。はい、どっちなんだろうね。あ、どっちがどっちなんだろうね。でもさ、この彼女の名っていうのがさ、はい、この点が7つでしょ。あー、はい。で名前の方を、三木瀬優子は6文字で金町玲奈は7文字なんだよ、はい、だから彼女の名はの方が多分金町玲奈なんじゃない。しょこすけ推理あると思います。この推理乗る？乗ります。乗らせていただきます。やめて。やめて、やめて。これいきなり来るよ。先行ってみる？いいっすよ。ビビってるんすか？いや、ちょっと俺怖くて。あー、でも、あ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 、なんかやばい、殺される。うっ、殺される。たし、たし、楽しいお話の時間を邪魔しちゃったね。邪魔しちゃったわね。でもあなたたちを返すわけにはいかないわ。あの女が何を思い出したのかは知らないけど、私の大切な場所を奪わせたりなんかしない。あなたたちの気が変わるまでここで一緒に過ごしましょう。だってここには怒る人もいじめる人もいないんだから。あ、それ確かにいいかも。さあ、私の望む答えを聞かせてもらおうかしら。え？何？その金町優奈じゃない？あ、あ、あの子の名前、 C の名を書くの？ここにチャットに書くの？お、調べられ、え、何これ、どっちかなんかできるの今？いや、自分何もないっすね。金町優奈、はい、
え？あ、リーナだった。危な、全然違った。リーナだった。金町レイナ。あ、突然何を言い出すの？それは私が望む答えはそんな言葉じゃないわ。その名前は、その名前は、あれ？おかしい。聞いたことがあるはずなのに、忘れちゃいけないはずなのに、思い出せない。読めない。金町レイナって書いてる。レイナ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 、そゆそえに、あーあうっ、おお、覇気だ。覇気を使った。お、今すぐ逃げて、この世界が壊れます。やばい、あのクラッシュバンディクーの後ろからあの岩が転がってくるタイプのやつだ。やばいやばい、クラッシュバンディクーの後ろから岩転がってくるタイプのやつだ。やばいやばいやばい、怖い怖い怖い。パン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 のやつだ。あ、壊れる。やばい、いっぱい花咲いてる。やばい、生き延びた。やばい、うわあ、わあ、おお、びっくりした。いいな、なんか実況者らしいリアクション取れてるな、めっちゃ。黒霧町、黒霧町終点です。お忘れ物のないようにご注意ください。はっ、おい、なんか村人になってる。おい、あの可愛い女の子はどこに行ったんだよ。世界観が。こんな田舎町に何か言うかね。ああ、あの小説の読者さんかい。実はあの作者は私の教え子でね、金町さんには親友のミキセという人がいてね。ああ、ミキセ。残念ながらミキセさんは事故で亡くなってしまったけど、でも小説の小説として形に残そうとしてるのかもしれないね。あ、なんか横にしてそれた。最後に、あ、クリア、おめでとうございます。二人プレイ専用のホラーマップは楽しんでいただけたでしょうか。本作はマルチエンドになっていますので、もし興味のある方は他のエンドもプレイしてみてください。またのプレイをお待ちしております。原案ラッターペイント。いいっす。ありがとうございます、ラッターさん。ペイントさん。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。おつー。